はい、どうも皆さん、アーサーです。ダークソウル3やっていこうと思います。よろしく。なんだ、レベルシンクいんのかよ。ほんとあのレベルシンクマークは視界に入っただけでテンションが下がりますな。無印リマスターも合言葉マッチング実装するって言ってたから、間違いなくシンクもあるんだろうな。なあ、やだやだ。正直、シンクの弱体化ってちょっと甘いなぁとは思うんですよね。もっときつくしないと。このダークソウルシリーズは死にゲーだぞ。なぁ。レベルシンクというものを許していいのか？いや、許しちゃいけない。こいつは俺の、ダメか。パリで倒そうと思ったんですけど、甘かったですね。ああ。死ね、シンク。助け、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 助
いえど、プレイヤースキルが低ければ何の意味もない。逃がすな。ラグ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 、な、なんなんだこいつ。くず、くず、ほら、ほら、おし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 。怖急にラグがあったな、びっくりしたぞ。まあ、無事勝てたし、よしとしましょうか。あと、レベルシンクもそうだけどさ、ステータスの振り直しもしたいですよね。どうせなら。多分知らない人もいるから言っておこうか。俺が今から無印のこと知らない人に絶望を与える。PS3 でしたダークソウルは、ステータスの振り直しができなかった。リマスターではここはどうなるのか。だからもうダクソ3みたいにステータスの振り直しできないんですよ。無印は。どうですか皆さん、絶望しましたか？もう一回レベル上げたらそれっきり変えられない。だからもうレベル上げる前にどういうキャラにするのか決めなくちゃいけないんですよね。うん、もう後で変えることはできないから。これ絶対、あれ、ダクソ3から入った人は絶望してるでしょう。ああ、みんなの絶望した顔が目に浮かぶぜ。これリマスターで実際変わんのかな？ステータスの振り直し、どうなんだろう。できるようにすんのかな、さすがに。不便だもんな。いや、でもどうだろう。ステータスの振り直しってことは、やっぱ NPC とかさ、機能を追加するわけだから、さすがにそれはフロムでもできないか。どうなるんでしょうかね。だって一つのビルドで一つのキャラ作んなくちゃいけないしな。正直、かったるいっすよね。まあだから、みんなは、キャラ作る前に、どういうステップにするか決めよう。やっぱいろいろ不便だったところは変えてほしいのはあるよな。あと、あれか。寵愛の指輪だな。寵愛の指輪が、あれなんですよ。無印は、一回つけちゃうと、その指輪を外した場合、指輪が壊れちゃうんですよね。寵愛が。もう、つけたら、基本外しちゃいけない。もう、外したらその指輪が壊れるシステムだったんですよ。寵愛だけ。で、ダークソウル自体さ、つけれる指輪、二つしかないんですよ。3は4つなんですけど。だからもう、寵愛で基本1つ埋まる。まあ、うわ、こいつ、犬か。ダディーな犬とか。あ、さあ、もう、ダークソウル、リマスターはさ、もう闇絵同士のフレンドリーファイヤーなしにしね。もう犬絵とか言ってマジダディーわ。しんどきゃ、ザコ。ザコの癖して犬やしてんじゃねえぞ、ほんと。おめえもしね。すいません、ちょっと口悪くなってしまって。失礼しました。
ああ、なんかこの装備にしてから血取りが上手くなった気がするわ。よし。どうや。ああ、でも2人倒しちまった。かっこいい。これかっこよすぎるわ。ちょっとさ、もう一人闇いたよね。どこ行った？消えたんだけど。はあ、どういうことだし。パリに合うか。ああ、マジか！やはりパリは狙うべきじゃない！いや、もう！ あ、何今のラグ？ピンポイントすぎね。あの一瞬だけホバー移動するか、普通。もう。はい。ゲーテモノさんです。よろしくお願いします。まあ、気を取り直していきましょうや。食らってますな。急ぎましょう。あ、なんか見たことあるやつだな。あ、こいつ見たことあるわ。あのてっぺんハゲ。そしてふざけた面。間違いねえ。やつだ。おめえまだやってたのか、このゲーム。また会えるとはな。嬉しいよ。もらった。よし。あ、そうだね。もう一個思い出したわ。無印リマスターで改良してほしいって。あれだわ。結晶強化だ。無印リマスターにも、無印にも結晶強化ってあるんですよ。ただ、ダクト3の結晶強化とはね、少々違う代物なんですよね。通常強化をさらにパワーアップしたバージョンだっけ？確かそういう感じの強化だったと思う。だからまず普通に強化するより結晶強化した方が強くなるんですよ。ただその代わり、なんか、一回作ったらもうその後武器の修理はできないっていうシステムだったはず。修理できないんですよ。だからもう壊れたらもう何もできない。もうそういう仕様なくしていいんじゃないかなって思うんですよね、個人的に。だって PS4 はさ、セーブデータバックアップ取れるから。要は、作った瞬間に巻き戻せばいい話でしょ。いらなくないか？修理できないとかさ、なんか外したら壊れてなくなるとか、もういらないと思うんだよね。なくしていい。いや、今のは逃げ切れねえ。今のは逃げ切れねえよ。こいつうめえな、なんだっけ、尾骨の槍使うの。なんだあれ。やべえ。全然勝てない。あれ、今日の俺の勝率ひどくないか、さすがに。どうしてこうなった？いや、さすがにそろそろ勝てないと、まずいな。だって、今の俺って要はあれでしょ？勝てないからゲームの仕様に文句言ってる典型的な雑魚って感じでしょ？今の俺って。やべえよ、やべえよ、やべえよ。勝たないと。このゲームは勝者が正義なんだ。敗者は負け犬なんだ。頼む、死んでくれ。頼む、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 死ね。落ちて、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 落ちて。いやさあ、なんでかなあ。いや、皆さん一瞬、見ました？急になんか、瞬間移動したの、あいつ。いや、あれは、ちょっと、殺す。もう一瞬で蹴りをつける。敵に抵抗する暇など与えない。完全に警戒してるな。決まるか。よし。よし。ああ、もう無印マスターはフォースさえあればそれでいいや。ということで、ご視聴ありがとうございました。